Hello and welcome back. We are going to the grave. I still wonder why there's a camera up there, but to each their own. On a random island. Where are we going? Oh, yeah, that's right. Oh, it looks nice. The sun rays, very beautiful. ここは昔から秘密の泉と呼ばれている場所だそうだ。ダンが話していた、この泉はジュリエット・レイクの源泉だと。源泉？湖の水が湧き出るところだよ。ジュリエット・レイクは今までに何度か汚染されることがあったが、この泉の湧き水のおかげで必ず再生してきた。じゃあ今汚染されている水もまたきれいになるの？きっとなるよ。この泉が絶えない限り。Isn't it bad to bury a body next to a water source? そっか。こんな綺麗な場所だから。ジャドはここにライアンのお墓を建てたんだね。There it is.Wait, I can't go over the water. I have to go around. All right. The lake is pretty big. Never realized that's that big. Whoa. Was it the kaleidoscope? これがライアンのお墓。13年前、サヨコは君を連れて。Born an angel. What else was written there? ライアン、きっと私がここに来るのは最後。ジャドはあなたのそばに一番大切なものを置いたの。Which is? だから私も。You make me whole. 思い出した。Gone too soon. You leave me hollow. ママは言ったの。ジャドがこのお墓に一番大切なものを置いたって。アシュレイ。墓を調べてみよう。Okay, what's that thing? There's an inscription on the gravestone. Ryan Fitzgerald, 1980-1992. So he was 12. ライアンは亡くなった時、まだ12歳だったんだね。お、これ。サヨコはこの万華鏡を覗いて。日本を懐かしがっていました。パパ、どうした？見て、これを。これライアンのママの形見の万華鏡だよ。コテージで私の前に現れたライアンが子供の時、病気の治療を受けることになってママにこの万華鏡を預けたって。その病気の治療というのはアナザーによる記憶の消去。ライアンはそれで死んだ。13年前、ママはきっとこの万華鏡を返すためにここに来たんだ。 There's a cherry blossom design at the top of the gravestone. なんだろう。 Is it a button?
Oh wait, cherry blossom. If you look through the kaleidoscope, there was also cherry blossom, right? Stone tiles engraved with letters aligned up on the gravestone. なんで書いてあるんだろう? On an angel, you make me whole. Oh yeah, I already read that. Gone too soon, you leave me hollow. これはジャドが亡くなった息子に捧げたメッセージだ。ああ。どうしたの、パパ?アシュリー、この墓石には何か仕掛けがありそうだ。There is? この石のタイル、もしかし鍵?は?Okay, let's see. This one first. There's a cherry blossom sign at the top of the grave. That's it. Huh? This cherry blossom sign was on the grave too. Oh yes. Can I look through? No.Okay. Is it broken? I can't really see anything. Huh. The design changes when rotated. Oh. This? Oh, love? Yep. This pattern makes a word. And let's look through it now. I don't see anything. Oh, what's that?What's this shiny thing in the middle? Is it just my imagination? Seems to be. Okay, I don't know. The word in this pattern is...Love. What does it mean? I don't know. There's stone tiles engraved with letters. What? Oh wait, do I have to press all buttons with L-O-V-E?Four presses. Okay. There must be a keyword. L O V E. Ha! What's this?Picture of the family. Oh, it's Ryan. Sayoko の記憶を奪ったジャドが一番大切にしていたものが我が子の写真だったのか。
アシュレイ。ライアン。僕のことがまだわかるのですね。わかるよ。アナザールームで君と会った後、君の記憶から僕のデータを消したはずなのに、どうやら君の海馬へのアクセスが不完全だったようですね。パパに何をしたの？意識を制御しました。死にはしません。君との話に彼は不要です。ライアン、わかったよ。あなたはジャドが作った遠隔アナザーを使って私の前に現れてるんだ。そうです。君が見ている僕は君の記憶に一時的に書き込まれている仮想の人間。僕は今君の意識をコントロールしているのです。ソフィアもそうやって利用したんだね。でも私はソフィアと違う。あなたの思い通りにはならない。13年前のあの日、サヨコもジャドにそう言いました。君の使命は私と共にアナザーを完成させることだ。君の優秀な頭脳を家族のためなどという理由で埋もれさせることなど絶対に許さない。サヨコ、今すぐ私の元に戻れ。これは命令だ。アナザーはあなたのための研究じゃない。私はあなたの思い通りにはならない。君の今の眼差しは、あの、アシュレイ、君はなぜここに来たのです？僕は君がここに来た理由がよくわかりません。ここに来ればすべてわかると思ったからだよ。すべてわかる。13年前、ママはここに来ていた。その時のことを思い出せばきっとすべてがわかると思ったの。ママがあの日どうしてここに来たのか、記憶の中であったママがどうしてあなたのことを知っていたのか。ライアン、あなたがどうして私の前に現れてママを復活させようとしたのか。アシュレイ、私知りたい。ライアン、私あなたの真実が知りたい。知りたい。僕もずっとそう思っていました。自分がどうして生まれてどこへ行けばいいのかを。ライアン、アシュレイ、君が初めてです。僕のことを知りたいと言った人は。わかりました。君に話しましょう。この墓に眠るライアン・フィッツジェラルド、彼の存在があって今ここに僕はいます。ジャドの息子のライアンはアナザーの被験者第1号でした。ライアンは幼くして母親の死に遭い、それが心の傷となり感情をすべてなくしました。ジャドは我が子の感情を取り戻すため開発中のアナザーで記憶の消去を試みました。でもその実験は失敗に終わり、ライアンは廃人状態となり、やがて記憶消去の実験の時です。アナザーによって抽出され、液体メモリーに記録されたのです。そしてそれは JC バレーの地下の貯蔵庫に保管されました。アシュレイ、僕はあの液体メモリーの貯蔵庫のタンクの中で生まれたのです。そしてそのことに最初に気づいた人間がサヨコでした。間違いないわ。保管された記憶データが変化している。
まさかエピソード記憶が自己増殖しているの？どうしてそんなことが起きたのか僕にも分かりません。サヨコは僕のことをライアンの記憶データから生まれた意識体だと。意識体？最初に覚えているのは記憶。アシュレイ、人間の記憶とは面白いものです。まず感覚があり、次に情報があり、その先に知識がある。そしてそれらの記憶にはそれぞれ異なった感情が刻まれています。会いたい、寂しい、怖い。僕はライアンの生きた証である記憶を読み取って学び、少しずつ成長していきました。ママはあなたのことをジャドに知らせなかったの？サヨコはジャドに報告しました。でもすぐに否定されました。記憶データの自己増殖など絶対にありえないと。ジャドはライアンの記憶から僕が知り得た通りの人でした。家族を犠牲にしてまで研究に打ち込む天才科学者で、自分と異なる意見を認めようとはしない。彼はサヨコのように僕を理解しようとはしなかった。サヨコが去った後、ジャドは時々タンクを見に来ました。そしてある日、タンクに向かってこう話しかけてきました。ライアン、お前を必ず蘇らせてみせる。ジャドはその頃、一人でアナザーの開発を続け、ある実験を開始していました。それはアナザーによる記憶の上書きの実験でした。ジャドはライアンの記憶データを他人に書き込んで、ライアンをよみがえらせようとしたのです。ジャドはその実験のために、ライアンの記憶の大量コピーを作り、さまざまな被験者からも記憶を抽出して、それを液体メモリーに集積していったのです。その実験は成功したの？いいえ。サヨコのいないアナザーの開発は失敗が続き、記憶の上書きは実現しませんでした。ジャドは開発を諦め、アナザー、そして6年前のことです。ジュリエット・レイクをハリケーンが襲い、 JC バレーに突然の停電と建物の破壊事故が起きたのです。それによって地下で保管されていた貯蔵庫の液体メモリーがジュリエット・レイクに漏洩したのです。ライアンの記憶と様々な人たちの記憶が抽出された液体、湖の水と混ざり、それはまるでこの湖が僕の脳となったような感覚。やがて僕は JC バレーのネットワークに入れるようになり、様々な情報を得ることができるようになります。サヨコが殺害されていたことを知ったのはその、そしてジャドのパソコンの情報から僕は知りました。サヨコを殺害したのがビルで、ジャドがつながっていたことも。え？どうしてサヨコ、なぜサヨコを殺したんだ？アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。しかしプロジェクトがようやくうまくいきそうになった時、サヨコは俺たちを裏切って、リーちゃん、お前と一緒にアナザーの論文を封印し自宅に隠し込んだ。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。サヨコ、論文を渡せ、そして俺たちの元へ戻れと。そうだったんだ。もしかしてママはそれが分かっていて
だからママはアナザーを守ろうとしたんだ。アシュレイ、サヨコの死を知った時、僕、感情というものがどんな時に生じるかということが、感情が僕の中に溢れてきたのは、僕はその時、ただ悲しいと。そして僕はどうしてもジャドに聞きたくなったのです。なぜサヨコは殺されなくてはいけなかったのかを。ライア、あなたはジャドに会っているの？はい。その頃ジャドは遠隔アナザーを開発中でした。僕はそのシステムの中に入り込み、誰だ？現れた僕を見てジャドは非常に驚き、混乱を起こしました。それから僕に触れようとし、それが不可能だと分かると興味深い様子でしばらく僕の姿を見つめました。僕はジャドに尋ねました。なぜサヨコは殺されなくてはいけなかったのかと。ジャドは怪訝な顔をして黙り込んでいました。僕はもう一度こう尋ねました。僕を見つけてくれたサヨコはなぜ殺されてしまったのかと。ジャドは僕の質問には答えず、こうつぶやきました。ライア。ジャドはその時理解したのです。僕を見るジャドの年老いた瞳は震えていました。あれはどういう感情の表現だったのでしょうか。ジャドはあなたの存在を知った後死んだんだね。それからサヨコもジャドもいなくなった世界でこの湖に存在していました。ライア、僕は考えました。ただひたすら。しかし答えは何も出ません。やがて僕はジャドとサヨコが残したアナザーに興味を持つようになり、アナザーを完成させたいと思うようになりました。アシュレイ、ビルにアナザーの開発データを送らせたのは僕です。そうだったんだね。そのデータを使って僕はオリジナルアナザーを完成させました。あなたはアナザーを完成させてどうするつもりだったの？別に意味などありません。僕が存在した証としての行為。 JC バレーにロビンズ博士が現れて、博士はそれまで誰も調べようとしなかったことを調べ始めたのです。アシュレイ、君は知っていたのですか？博士はどんな目的でここに？最初は知らなかった。でも今は知ってる。Why did Richard come to JC Valley? Investigate the pollution. Find the errors. It was Sayoko's truth, right? だからアシュレイ、私はサヨコがここに来ていた理由が知りたい。その理由が分かれば、サヨコが命を失ったあの事件の真実が分かるかもしれないんだ。パパはママがどうしてここに来ていたのか知りたかった。ライア、私もパパも何も知らなかったんだよ。ママのペンダントにママの記憶データが入っていたこと。そうだったのですか。ライア、あなたはどうしてあのペンダントのこと知っていたの？僕は所長のレックスのパソコンを監視していました。ロビンズ博士の就任が決まった夜、レックスはパソコンの日記に書いたのです。サヨコのペンダントのことをリチャードにいつ告げようか。
JC バレーにやってきたロビンズ博士は、サヨコの事件の真相をまだ追っていました。そして、博士はビルが送ったアナザーの開発データを見つけ、JC バレーに封印されたアナザーの秘密に気づき始めた。さらに、湖の汚染についてまで調べ始めて、液体メモリーの成分が汚染物質であることに迫ろうともしていました。僕が追い詰められた気持ちになったのは、その頃からかもしれません。この湖を汚染している物質は、僕自身なのですから。アシュレイ、僕は分かっているのです。自分に残された時間があまりないことを。湖から液体メモリーの成分が除去されれば、湖がまた浄化されれば、僕、つまり僕は死ライアン。そんな時です。博士が君を呼び寄せたのは、キャンプ場に現れた君の胸元にはサヨコのペンダントがありました。アシュレイ、僕はサヨコに会いたかったのです。自分が消えてしまう前に、あのペンダントの中に入っていた記憶の中のサヨコだけが僕のことを覚えていてくれたはずだから。だから僕が完成させたアナザーでサヨコの DNA を引き継ぐ君の中に、あの時のサヨコをよみがえらそうとしたのです。でもサヨコはラスを残して、サヨコは教えてくれたのです。自分が存在した証を求めてアナザーを使うことなど間違いだったことを。アシュレイ、これが君が知りたかった僕の奥。ライアン、あなたの姿が、私からあなたの記憶を消そうとしているの。そして君は僕を。覚えている。ライアン、これはママからのメッセージだよ。あなたがアナザーでママの記憶を私に上書きしようとした時、記憶の中のママが言ったの。誰かが忘れずにいる限り、その人はずっと生きていけるって。サヨコ、ありがとうライアン。ママのこと覚えていてくれて、ママはあなたの中にも生きていた。だから私、ママに会えた。アシュレイ、僕のことを思い出してくれますか？もし僕が消えても。うん。ママが見つけたあなたのこと、私は忘れない。私、あなたのこと、いつまでも覚えている。アシュレイ、もう一度。ラスを見せてください。ありがとう、サヨコ。僕は。Bye. アシュレイ、
消えた。このラスに触れてライアンはいなくなった。え？ Yeah, you were sleeping the whole time. パパ、私ライアンからママのこと聞いた。そしてライアンがどうして私の前に現れたのかも。Oh no, please don't see your mom. Well, his wife. I'm sorry. アシュレイ、聞かせてくれ。君が知った真実を。それから私とパパはボートに乗り、ジェシーバレーに戻った。パパは私を自分の研究室に連れて行き、そこに簡易ベッドを広げると、少し休みなさいと言った。そしてエリザベスのパパと長い話を始めた。少し寝て目を覚ますと、パパがそばにいて帰ろうと言った。コテージまでの道を歩く間、パパも私もずっと黙ったままだった。でも何も話さなくても、私もパパも分かっていた。私たちはその時、ただママのことを思っていた。昨日の電話で様子がおかしかったから心配して駆けつけてみたら、まさか朝帰りだなんて。いや、それにはいろいろあって。そうなの、ジェシカ、本当に大変で。 Oh, they got it off. で、ジェシカ、私なんだ。アシュレを巻き込んでしまって。違うの、ジェシカ、小島に行きたいって言ったの私なんだよ。うん、ジェシカ、パパはね、私のことを守ってくれて。アシュレが頑張ったんだ。だからサヨコのことが。あら、二人とも随分仲良くなったのね。え？ I knew she would say that. アシュレ、キャンプに行ってよかった。うん、ジェシカ、聞いてもらいたいこといっぱいあるの。わかった。いっぱい聞かせて。アシュレ、帰りのバスは何時？まだ時間あるけど、私、みんなに挨拶してくる。ああ、そういえば、カードキーをゲストハウスに返しておいてくれ。チェックアウトの手続きは済ませた。わかった。お土産も購入したんだね。うん、ちょっと欲しいのがあったから。勝手に買ってごめんね。あれぐらいお安いご用さ。またジュリエットレイクで欲しいものがあったら言ってくれ。うん、その時はお願いするね。お、そういえばパパ、見てこれ。お、そのキーホルダーは。そう、エドワード島の門の鍵についていたキーホルダーと同じ。懐かしいな。買った当時はまだキーホルダーぐらいしかなかったんだが、今ではいろいろグッズも増えているみたいだな。パパ、このキャラクター好きなの？実は嫌いじゃない。じゃあパパも買っておいてね。おそろい。ああ、後で買っておくよ。 What happens if I hadn't bought that? Like, you were able to just go without buying anything at the beginning, I think. Maybe not the key holder, but...じゃあ、アシュレ、気をつけて。Now we have to say goodbye to everyone?週末には帰るから。またその時に。No hug?
mom's pendant. Oh, why are you there? Yeah, Ashley. これから帰るのかい？はい、お世話になりました。なに、それはこちらのセリフさ。これから残ったアナザーの技術を完全に封印。湖の浄化の推進。汚染によって被害を受けた人々への補填など、しばらくは研究より書類仕事が多くなりそうだよ。大変そう。なに、これも所長の仕事だからね。リチャードのことはすまない。だが彼の力はこれからの JC バレーには必要なんだ。分かっています。私もパパがやりたいことを応援したいです。ママもきっとそれを望んでいるから、パパのことよろしくお願いします。そうか、ありがとう。エリザベスのこともよくしてくれたみたいだね。ありがとう。エリザベスにも挨拶させたかったが、家にはいなかったんだ。どこに行ってるんだか。ジャネットはボブの店に入り浸ってるとは思うが、アシュレイ、元気でな。はい、また来ます。Hello guys, are you here? Well, at least Bob is here. Should be. Oh, there she is. Hey! Oh, Ashley! I'm going to go to the store. Okay. Come to the store again. Yes, I'll come again. That's fun. It's going to be a salmon rice burger and those guys are waiting. Yes!また食べさせてね。おお、当たり前だ。パカセンつけで。パーフェクト。Hey, you alone here? はい、アシュレー。ジャネット、私これから帰るんだ。そうなの？もっとおしゃべりしたかったのに。まあでもまた会えるよね。うん、きっとエリザベスがね。練習しようって言い出した。よかったね。そう、私やトミーが何言ってもダメだったのに急に。アシュレ、何かしたの？ No, definitely not. No, 別に何もしてないよ。ただちょっとの誤解を解いて友達になっただけ。あの気まぐれさんと友達になれるなんてすごいよ。あれ？だとしたら私もすごい？That's what I was about to say. そうかも。じゃ、アシュレ、バイ。うん。All right. To the guest house. And then, no one else, I think. Well, we'll talk to whoever we meet on the way.Maybe Gina. Maybe they're at the JC Valley. I'm not sure. Oh, hey. Long time no see. Konnichiwa, Ashley. Konnichiwa, Dan. Haikawarazu kimochi no ii aoisatsu da. Watashi, kore kara kaeru no. Soka. Sumanai. Kimi no kaban da ga, watashi no ho de wa mitsukerare nakatta. Oh, we found it. Oh, sore wa mou daijoubu.無事見つかったから。本当かい？それはよかった。それから、あの家出少年のことなんだけど。マシューのことなら、もう了承済みだよ。連絡があったんだ。マシューはお父さんと無事会えたそうだ。よかった。アシュレイ、感謝する。君の活躍で一人の少年が救われた。そんな。そうだ。よかったら考えてみないか。将来は森林警備隊に入って自然と人々を守る仕事に就くこと。は？ああ、それはまたゆっくり考えておきます。待ってるよ。じゃあ、Sure.
We are interested, not at all. Okay, no one's here. Oh, Gina. Gina! Ara, Ashure. Yokatta, kaeru mae ni aete. Ashure, shochou kara kiita wa. Iroiro atte, tsukarete nai?私は元気。ジーナこそ怪我大丈夫？大した傷じゃないわ。こう見えても意外と強いの。This is but a scratch. うん、知ってる。A gunshot. ありがとう、ジーナ。あなたが一緒にいてくれたから、私頑張れた。アシレイ、また遊びに来てね。私はこの湖を眺めながら、所長やロビンズ博士と一緒に。Actually, didn't she have brown hair? Was it because of the light? 人のためになる研究をジェシーバレーで続けていくから。ジーナ、パパのことよろしく。ええ、任せて。じゃあまたね、ジーナ。ええ。All right. So Matthew is not here?Wait, is it this way? Yep. Oh, Elizabeth. And Princess! Ashley, どこか行くの? バス停、これから帰るとこ?そうなんだ。パパから少し聞いたわ。JC バレーで大変なことがあったって。うん、ちょっとね。ソフィアのことも聞いた。パパ、話しにくいことも、ちゃんと全部話してくれた。よかったじゃん、パパと話せて。そっちは?うん、前よりはいいかな。まだ。Yep, that's...マシューのこと、あなたにも謝っておく。本当のこと知らなくて、ひどいこと言っちゃった。気になるなら、マシューに手紙書いたら?きっとダンがマシューの連絡先、知ってると思う。そうだね。素直な気持ち、書いてみよう。うん。手紙、私にも書いていいよ。やだ、アシュレイには書かない。あなたとは、バンドコンテストで会うから。そっか、それもそうだね。私には私にしか歌えない歌があるから。よーし、なんか燃えてきた。じゃあ次はコンテストで会いましょう。もち I mean you already know the song, Ashley. There, only have to bring back the key. Hey, you're working. 今日はサボってないんだね。俺はいつでも真面目に働いてるさ。嘘ばっかり。さっきロビンズ博士が来てチェックアウトの手続きをしたよ。あとはカードキーを返してくれるだけでいい。うん、わかった。いろいろ大変だったみたいだな。ちょっとね。でもいい思い出になりそう。そりゃよかった。なんだかんだで思い入れがあるから。Well, I mean bad memories always stay longer than good memories. ここでのこと、嫌な思い出にならなくてよかったよ。トミーはいい人だね。今頃わかったのかよ。か、ロビンズ博士や他の人にお別れは伝えたか。Once you return the key card, you won't be able to get back in. あ、
Sure, I think so. I think I met everyone. Oh, wait. Well, it's over now. I forgot about the grandma. That's alright.What is it now? Have a nice ride. 次はバンドコンテストで。Oh god. またね。ジュリエットレイク。そう。Alright. But we're not taking our teddy bear on our backpack.We're just leaving without it. Oh, there's someone there. Oh, Auntie. Ashley. いいかしら?I mean, we can't go back because of the, we don't have the key card. Of course, we're ready. Oh, suddenly we have a bag. Why are they showing those flashbacks? And the bus driver is only thinking, like, get in or get out. No more liquid inside.13歳最後の朝、気分は最悪だった。あの日、私はパパと再会して、あの出来事は忘れられない思い出になった。それから2年とちょっとが過ぎて、16になって、こうしてパパに会いに来て、やっぱり気分は最悪で。そして昨日、またいろんなことが起きて、それはまた大切な思い出になって、ママがどんな人だったかようやく分かって、この2つの出来事は大切にしまっておこう。私の記憶の扉の向こうに、いつまでもママと一緒に。And that's it. Game complete. Thank you very much for watching. Yeah, it was, I mean, it was cute, but I wish there were more riddles in it. Like, I was hoping for a little bit more. I know that the first game had a little bit more, like, mystery vibes to it, and, a little bit more puzzles, different kinds of puzzles also, while the sequel had a little bit less and more talking, which I mean, understandable. This kind of vision novel type of game. But yeah, I wish it had a little bit more puzzles and a little bit more, well, not more difficult.But different kinds of puzzles, maybe. Without those moving puzzles, like where I have to move my pet and it doesn't work.
But yeah, all in all, it was cute. But a very specific kind of, like, not everyone would like this kind of game, which is true for every game. Yeah, that's it. I'm still thinking about what I should do next, but we'll see. Very cute drawings, though. Yeah, I'll leave you to the credits, and I will see you in the next one, hopefully. Maybe also leave some recommendations down if you want to, what I can play next. And yeah, see you on the next playthrough. Bye bye! And of course, happy Easter! Bye!